久米が電車図書館に行ってみました。今私は、府中街道にいます。これからですね、久米が図書館に行きたいと思います。これはですね、電車の形をした図書館ですね。そこに行きたいと思います。三隅通りを歩いています。こんな感じです。ここまっすぐですね。はい、はい、ここは踏切があるようですね。はい、はい、もうしばらく歩いたら右に曲がります。はい、ここを右に曲がります。しばらくここをまっすぐですね。はい、しばらくしたら左に曲がります。はい、ここを通っていきますよ。はい、もうすぐまっすぐですね。もうすぐ、電車の形をした図書館が、目の前に見えてきます。しばらくまっすぐですね。はい、はい、見えてきました。これが久米川図書館ですね。はい、はい、こんなところですね。電車図書館ですね。今日はどうなってるんでしょうか。はい、開館日は水曜日、土曜日ですね。今日は閉まってますね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。